はい、やっと感謝します。本日は令和6年の2月の11日、ここは JR 東海中央本線の鶴舞駅です。まもなく3月の JR グループダイヤ改正の時期なんですけども、この中央本線はダイヤ改正で結構大きな変更点があります。今まで運転されていました快速列車、昼間の時間帯はこれが区間快速としての運転になりまして、今まで快速が通過をしていた新森山、それから神領駅にも停車をするということになったんですね。で、今回の動画はこのうちの新森山駅について意外と面白い事実が隠されていまして、今回の動画ではそれを紹介していきたいと思います。さあ、こちらが JR 中央本線鶴舞駅の時刻表になります。今のところはですね、普通列車と快速列車がどの時間帯においても、一部ちょっとホームライナーとかもありますが、基本的には普通列車と快速列車のみが鶴舞駅発着するということになってるんですよね。で、この快速列車は今のところ新森山、神領、それから上高寺、ここ計と4つ通過駅が設定されています。それはですね、今度のダイヤ改正以降、日中の時間帯の快速列車が全部区間快速としての運転になりまして、この新森山、神領には停車をするというふうに変更されるんです。上高寺高原に関しては今後も引き続き通過駅なんですけども、新森山、神領に関しては今後快速列車が停車をしていくということになります。正確には朝夕の時間帯は引き続き快速列車として通過していきまして、日中の時間帯のみの停車ということになるんですけども、今まで快速列車が全部通過をしていた新森山、神領にとって、歴史的なダイヤの改正になるのかなと思います。で、今回の動画はこのうちの新森山を紹介していくということで、これから早速改札の方入っていきたいと思います。The next stop is Chikusa. Tsugi wa Shin Moriyama desu.さあ、というわけで今回の目的地、名古屋市守山区にあります新森山駅に到着です。この駅は中央線の名古屋地区の駅としては非常に新しく、1964年の開業になっています。これは中央線の金山駅よりも2年遅い開業になっていまして、中央線の名古屋地区の駅としては最も新しく開業した駅になっています。で、この新森山駅が設置された経緯が結構面白いんですけども、その前にですね、この駅の構造がちょっと特殊になっていまして、そちらを先に紹介しようと思います。今いる、中央線の下り、多治見中津川方面のプラットフォームが1番線、2番線とありまして、で、真ん中、謎のスペースがありまして、反対側、3番線、4番線、名古屋方面のプラットフォームというのがあるんですね。で、この真ん中の謎のスペースなんですけども、この映像でもかなりくっきりと映ってると思うんですけども、線路の枕木みたいなものが等間隔に設置されていた、そんな跡が見えるんですよね。そう、実はこの謎のスペースにはかつて線路が敷かれていたところになっています。それを確かめるべくですね、国土地理院が出している地理院地図を参照していきたいんですけども、今いるのがこの新森山駅でして、この駅の周辺にはこの謎のスペースがあるんですけども、これをですね、ちょっと比較していきまして、地理院地図の特徴として過去の地図も遡って見ることができるんですけども、例えばこの1987年から90年代の地図を見るとですね、今は鉄道用地っぽくない謎のスペースのところにですね、こんな感じにくっきりと鉄道の用地が広がっているというのがお分かりいただけるんですね。で、さらにもうちょっと遡って、1979年頃の地図でもやはり鉄道用地がありまして、これはもうちょっと遡って1960年代、つまりこの新森山が開業した頃の地図を見ると、こんな感じで鉄道の線路は敷かれていないけれど、やはり謎のスペースがあるというのがお分かりいただけます。で、さらに遡って1945年から50年頃にすると、こんな感じで辺りは田んぼだらけ、そもそも新森山駅時代開業していない頃の地図が出てくるというような感じになっています。というわけで、現在の新森山駅は上下線のプラットフォームの間に謎の敷地があるというような構造になっているんですけども、かつてはここに2本線路が敷かれていまして、またさらに駅の反対側、今では
こんな感じで、パチンコ屋とその広大な駐車場、それから、ショッピングセンターアピタがあるということになってるんですけども、かつてはここにも列車のための広大な敷地が広がっていたということになってるんですね。で、先ほど地理院地図でご覧いただいたあの謎の鉄道用地は何だったのかということなんですけども、実はあれはですね、貨物列車のための駅ということになっています。かつてまだ全国に道路網が敷かれていなかった頃ですね、物流の主役もやはりまた鉄道だった時期がありまして、全国で物を運ぶときにですね、貨物列車というものを使っていたんですね。で、こう長大な貨物列車でやってきまして、名古屋方面からやってきた場合は一旦向こうの方まで行ってまた折り返す必要がありますが、この、昔広がっていた広大な新森山駅の用地のところに貨物列車が入ってきまして、そこで貨物列車の積み荷の積み下ろしなんかをやっていたという時期があったんです。まあ、ただ時代の変化とともにその貨物列車の需要というのも減っていきまして、それに伴ってこの新森山の貨物の駅というのもなくなってしまった、そういう経緯があるんです。今ちょうどこの快速中津川行きが通過していきました。まあ、現在では日中の時間帯、こんな感じで快速列車が通過をしているわけですが、令和6年3月16日のダイヤ改正以降は昼間の時間帯は区間快速としてこの新森山にも停車をするということになります。これは新森山の歴史にとって考えてみたら本当に歴史的な転換点になるんじゃないかな、個人的にはそういうふうに思います。まあ、そんな新森山の広大な貨物の駅、それからこの旅客の新森山駅なんですけども、設置された経緯がちょっと面白くてですね、もともと貨物の取り扱いというのを今回の動画で通ってきました千種とか大曽根のあたりでやっていたようなんですよね。まあ、ただやはり都心に近いということもありまして、ちょっと郊外に移して集約しようということを考えたんだそうです。で、それで選ばれたのがですね、この新森山の地、先ほど地理院地図でご覧いただいた感じで、まあ、1950年頃はこのあたり田んぼだらけだったということで、まあ、ここに広大な貨物の駅を作ってしまう、そういうふうに国鉄は考えたんですね。まあ、ただ地元の住民からしてみれば、もともと田んぼとして使っていたところがなくなってしまう上に、駅ができるといっても貨物の駅だけで旅客の駅ができなかったら地元の人たち利用できないじゃないかということで、ちょっと揉めたという経緯があります。まあ、というわけで国鉄もちょっと折れまして、貨物の駅設置と同時にこの旅客用の新森山も設置するということで丸く収まったんですね。まあ、その際にできたのがこの旅客の新森山駅ということになっています。現在ではその貨物の需要はなくなってしまいまして、時代が変わりまして、もともとの目的だった貨物の駅はなくなってしまいまして、まあ、当時はついでとして作った旅客用の新森山駅だけが今もこうして残っているということになっているわけです。くしくもですね、この新森山駅が設置された1964年というのは、もともと独立国家だった森山シティが合併して名古屋市の一部森山区になったのの翌年ということになっているんです。名古屋市の一部として再出発を果たした森山区、まあ、当時計画されていた貨物の巨大な駅設置に際して、まあ、旅客用の駅の設置にもこぎつけた地元住民の方々のしたたかさというものにも思いを馳せることができるかと思います。まあ、この森山区というのは名古屋市の中では結構冷遇されている区になっていまして、まあ、現在でも名古屋市の市営地下ですが唯一通っていないのがこの森山区ということになっているんですよね。まあ、そういった現状がありますので、まあ、かつて国鉄の駅をですね、この森山区に設置した当時の判断というのは結構正しかったんじゃないかな、そんな風にも思います。ちなみにこの駅は新森山という感じで新と入ってるんですよね。まあ、新とつく駅名は旧国鉄の駅だと、まあ、主に新幹線の駅でよくありがちな駅名の付け方だと思いますが、まあ、この森山に関してはそうではないんですね。新幹線の駅が周辺にあるというわけではないんです。ただ当時ですね、あの名鉄瀬戸線の方に森山という駅がありまして、国鉄の方にも滋賀県の方に森山という駅がありまして、まあ、そちらとの混同を避けるために新森山、そういう風に駅名をつけたという経緯があります。さあ列車が通過していきます。中央線には特急信濃号が運転されていますが、まあ、かつての貨物の広大な駅の跡地とも言うべきか、駅の線路が上下線ともに2本ずつありますので、特急列車の通過待ちには非常に便利な駅、そういうことになっています。というわけで駅のプラットフォームに関してはおおむね説明しましたので、駅の外を出ていきたいと思います。駅の外に出るにはですね、出口が中津川型に1箇所だけあるというような形になっています。反対側にもあれば結構便利だったんじゃないかなとも思うんですけども、あちらがアピタとかもありますし、まあ、残念ながら新森山駅、駅の出口は1箇所のみということになっています。
さあ駅の外出てまいりました。駅前にはこんな感じバスのロータリーがあるんですけども、まあ、そんなにめちゃくちゃ栄えているというような駅前ではないんですよね。こんな感じで駅前の駐輪場があるんですけども、なんとこの駐輪場無料で使えるんですよ。名古屋市内の自転車駐輪場で無料で使えるっていうのは本当に珍しくて、もしかするとこの新森山が唯一なんじゃないかな、そんな風に思います。さあ駅前の紹介はこれぐらいにしまして、今度ですね駅の反対側に向かいます。駅の反対側、もともと貨物の用地が広がっていたところ、非常に面白いところがありまして、そちらの方を見ていきたいと思います。今くぐってきました。この上の部分が中央線の、線路の部分なんですけども、まだまだですねこの地下通路は続いていきます。かつてここも全部鉄道の用地だったということで、結構この地下通路長く続いています。さあ地下通路から上がってきました。今ご覧いただいている方向が新森山駅で、かつてはこのもうすぐそこから鉄道用地だったっていうことになってるんですよね。でちょっと面白いのがですね、あそこにあるコンテナなんですけども、あちらに黄緑色のコンテナがありまして、あれどう見てもかつて国鉄が使っていた鉄道のコンテナですよね。まあ、それがなぜかあそこに放置されているということになっています。この左のところにありますこの朽ちてる建物、これもおそらくかつての国鉄の貨物の関連の設備なんじゃないかなというふうに思います。この橋の部分も非常に面白い構造をしてまして、今歩いているところとこの横にもう一つ橋があるんですけども、まあ、かつてはここ貨物列車が使うための線路が敷かれていたと思われますが、まあ、現在では使われていない、まあ、こうした用地が広がっているということになっています。でもなんか鉄道のバラストっぽい砂利石が見えるので、まあ、ほぼその貨物の用地が廃線になった直後の様子をここ保ってるんじゃないかな、そんな気もいたします。まあ、そんなかつて貨物列車の用地として使われていました場所、まあ、現在では残念ながらというべきかパチンコ屋とその駐車場になっているんですけども、ここにですね実は興味深いものがございます。まあ、これはの土地の境界を示す境界標というものになっていまして、よくあの迷惑撮り鉄が線路内侵入しているのかどうかということで、この境界標の内側で写真を撮っていたら、あ、線路内侵入だということで大炎上するということがありますけども、まあ、この境界標ですね、あのちょっと興味深いところがありまして、よく見るとカタカナの A みたいなマークが見えるんですよね。で実はこれ現在でもこの場所は鉄道用地であるということを示しています。かつて日本の鉄道、まあ、特に国鉄の流れを組む鉄道はですね、公務省というところが管理をしていた時代がありまして、その公務省の頭文字、公を取りまして、このマークがついているということが多いんですね。で、このマークの境界標があるということはですね、現在でもここは、まあ、鉄道の用地、もっと言ってしまえば JR 貨物の用地であるということを示しています。こちらウィキペディアの新森山駅の記事なんですけども、日本貨物鉄道 JR 貨物が当駅の貨物扱い敷地跡に設置した商業施設ということで、アピタ、それから、パチンコ屋ということで、まあ、現在ではアピタとか、それから残念ながらとも言うべきか駅前の一等地にパチンコ屋が建っているこの新森山駅なんですけども、実はここは JR 貨物が土地の所有権を持っていまして、これらの会社に土地を貸し出して副収入を得ているというような場所になっているんです。パチンコ屋のところからずっと道を通ってきたんですけども、こちらにですね、県営住宅があるんですけども、これもですねやはり同様にここに公務省のマークがありますので、 JR 貨物が土地を持っていて、まあ、それを県に貸し出して県営住宅が建っている、もうおそらくそういうことになっているんだと思われますと思ったんですけども、県営住宅の反対側のところ来るとですね、また境界標があるんですけど、こちらにはですね鉄道用地のマークがちょっと見当たらない感じになっていまして、もしかするとこの県営住宅のところだけは、まあ、JR 貨物が手放して県が持っているのかもしれません。さあ道の方出てくるとこんな感じでアピタの入り口がありまして、雰囲気としては駅前に比べてだいぶ栄えているような、そんな雰囲気がいたします。まあ、結構あの駅前よりもロードサイドの方が栄えてるっていうのは、まあ、結構田舎の特徴として挙げられるところだと思うんですけども、新森山駅はあの名古屋市内の駅とはいえ、どちらかというとそういう田舎の傾向が見られるような、そんな駅になっています。さあこちら興味深いものを見つけました。まあ、普通にアピタの一角みたいなところにあるんですけども、 JR 補修車両専用道路、一般車両進入禁止ということで、やはりこちらにもですね公務省のマークがあり、まあ、今でも JR の土地なんだなということがよくわかります。
さあ、貨物の用地があったところの反対側に回り込んできました。こちらにもですね、やはり同様に公務省のマークがこんな感じでついていまして、ここから内側は、JR の用地ということになっています。さあ、というわけで今回はですね、今度のダイヤ改正で日中の時間帯快速停車駅に格上げされる新森山について紹介してまいりました。もともと田んぼしか周りなかった、何もなかったような場所に、貨物の駅を設置するのに際して地元の方々の理解を得るために旅客用の駅も設置したというのがこの新森山駅の始まりだったわけなんですよね。本来の目的は貨物の駅だったわけですが、逆に時代の流れとともにその貨物の駅がなくなってしまいまして、現在では普通列車だけが停車をする、駅、旅客用の駅になっていたわけですが、それが今度のダイヤ改正で快速停車駅に格上げされるという、新森山駅にとっては大出世を遂げる、そういう歴史的な転換点になるわけです。駅設置直前の航空写真、田んぼだらけだった頃に比べると、現在では貨物の跡地を使ってアピタなどのショッピングモールが建ったり、それからこんな感じで大規模なマンションも建っていたりしますので、この新森山駅、それから貨物の駅の跡地が街の発展に果たしてきた割合というのも結構大きかったんじゃないかな、そんな風にも思います。現在ではどちらかというと駅前というよりはロードサイド、車の地位の方が若干高そうなこの新森山周辺なんですけども、今後ダイヤ改正で日中の時間帯快速停車駅に格上げということで便利になるというのもちょっと興味深い点だと思います。今後より一層この新森山周辺が栄えていくことになるのではないか、そんな期待感を持って今回の動画終わりにしようと思います。というわけで最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。